イタリア国鉄イター200電車は、イタリアのイタリア国鉄で使用されていた高速列車用電車である。1930年代、イタリア国鉄の幹線であるミラノ・ボローニャ、ナポリカンの電化の完成や他の新しい電化路線用に速達列車に投入する車両が必要となった。1934年に、スティールと、 航空力学の新しい技術を用いた車両の開発計画が始まり、先頭車の先端部分は鳥の工科大学の風洞実験の研究に基づいて開発が行われた一方、イタリア国鉄の車両設計では初めて建築家がデザインを担当しており、外装はジュゼッペ・パガーノ、内装はジオ・ポンティがそれぞれ担当している。1936年に措置得たイタリアーナ・エルネスト。 ブレーダ、ペルコストルツ用にメッカニケによって4機のボギー式連接台車を装備した3両編成の試作車が製造された。4機の台車のうち2機には T62R-100 モーター1機が装備され、他の2機には同じモーターがそれぞれ2機ずつ装備された。申請当初のイター200イター200は時速 175km までの速度に対応する。 設計がなされていたが、最初に装備されたパンタグラフは、時速 130km を超えたところで問題が発生した。イター200は1937年に、ボローニャ・ローマ・ナポリカンの路線に投入された。イター200は当時、ヨーロッパで最も快適で速い列車と考えられ、ベニート・ムッソリーニは、ニューヨークで開催された、国際博覧会に一編成を繰り込んだ。 1937年12月6日、イター200は、ローマフォルミアナポリ線の中間部分において、新しい最高速度記録である時速 201km を打ち立てた。1939年7月20日には、アレサンドロ・チェルベラッティが運転するイター212によって、ミラノ・ボローニャ線のポンテヌーレ・ピアチェンツァ間で、時速 203km の新記録が出ている。 しかし、イター200は、第二次世界大戦によって、運航停止され、戦時中の空襲により多くの損害を被った。イター200の各機体の経歴は、以下の通り、1960年代初期に残っていた16、編成は更新され、イター220へ転換され、このうち後編成はさらに、イター240に改造された。これらの編成は1980年代まで、 営業運転に使われていた。イタ板232及びイタ百242の編成は保存車両となっている。ありがとうございます。